カリオペ、あ、カリオペちゃんさ、なんかさ、一番最初使ったよね。ちょっとだけやった気がする。アプデで強くなった、え、そんなことあるの？強くなることってあるんだ。強くなることあるんだ。調整とかあるんだ。え、これ、何が変わってるんだろう？変わってるなんか、まだわかんない。これなんか、多いな、パーセント。って。20% の確率で 60% のダメージを与える爆発が発生し 5% の確率で、なるほど、強いんだって。へえ、ちょっと多いな、情報量が多い、情報量が。なるほどね。え、これ何ができるんだろう。あ、すごい。で、すごい、エフェクトかっこよ。ねえ、めっちゃかっこいい。あまりにも強い、強そう。あまりにも強そう。え、てか強っ、カマ強っ。あ、カマ強っ。 25% の確率で 90% のダメージを与える爆発が発生し 8% の確率で、あー、へー、上がってるのか、さっきより。このでっかいのもさ、 25% のなんとかかんとかでさ、死なないの？死ぬかな。25%のなんとかかんとかで、なんとかかんとかで頑張って。ダメか。え、強っ。もう、あ、何？え、どっちにしよう。 120% のダメージ。え、すごっ。 100% 超えちゃってんじゃん。え、ちょ、これにしよう。え、強すぎる。え、強っ。でも一旦やっぱカマ最強にして、もう怖いものなくなったって、これで状態を作り上げた。今怖いものないですよっていう状態。おお、ワーカーホリックね、これにね、強いんだよね。強いって言ってたからこれでいいや。なんかオーラ出てる、オーラ。やっぱ強すぎてオーラ出ちゃった。やっぱ目の前の敵がどんどん死んでいく、強すぎて。カマが強すぎる。いや、もうなんかさ、ウルトとかじゃないもんね。カマ、あ、カマが殺してる気がする、なんか全てをこの全てをカマがやってると思う。歩いてるだけなのに歩いてるだけなのにな。ちょっとオーラが出ちゃってるかな。いや、ラッパー、じゃあラッパーになります。レベル上げ、もっとレベル上げたいな、100ぐらいまで。いやー、でもさすがにちょっと負ける未来見えないけどね、今のところは。じゃあ40レベルになりたいな。じゃあ40かな。え、41レベルだって、すごっ。50目指そう。じゃあ50目指そう。あと5分もあるってことは50もいけるんじゃないんですか。あー、来たー、ちゃんいっぱい。来たー。